はい、皆さんこんにちは、東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。はい、今日も、質問を答えていきますよ。よろしくお願いします。はい、今日の質問は、麻酔の種類が多くて違いが分かりません。ウルセラの時とかに小器を勧められたりすることもあるんですが、小器麻酔、静脈、全身麻酔、どういう時にどういう麻酔が向いているんでしょうか。はい、確かに麻酔って言っても一口にあるよね。で、こう血管から点滴を入れるだけで、こう寝かせる鎮静っていうのがあるね。こう眠いお薬入れてば、でもこれだけでは痛みが取れなかったりするの。ただ寝てるだけって。寝てるだけ。で、でも寝てて動かないからその間にやっちゃったり。でもね、その時はやっぱりピクって動いたりするからね。実際患者さん記憶なかったりするけど、痛いは痛いと思うんだよね。痛みを取るっていうことに効果がある薬があるんで、で、正気は、痛みを取るって言われてます。だから、正気を吸ってっていう、正気と鎮静と両方っていうのもあるけど、結局ね、中途半端な麻酔だと、なんかこう、舌根が落ちて呼吸が止まったり、結構見てるのが大変なんですよね。で、麻酔中に、こう、もし吐いちゃったりなんかすると、さらになんていうの、気道を塞ぐようなことがあったりするから、やっぱりね、ちゃんと気道を確保した全身麻酔が一番安全です。どの麻酔にも麻酔科の先生がいるんですか。いやー、そのレーザーぐらいで鎮静かけるときは、まあ、レーザー当てる先生が鎮静したりするけど、ちょっと危ないよね。やっぱり麻酔、中途半端な鎮静よりは僕はもう全身麻酔が安全だと思っているので、まあ、豊胸手術とか脂肪吸引とかそういう手術をやるときは、もう気道を確保した全身麻酔が安全だと思います。で、まあレーザーの時とかね、やっぱ寝かしてほしいっていう人もいると思うので、まあうちではあんまりないんだけどね。うちはまあ結構麻酔クリーム塗って、で、皮膚の痛みを取った上でこう当てるので、まあ、でも僕がもし自分だ脱毛でも何でも全身麻酔でしてほしいかな、自分だったら。痛いのはもう嫌。まあ、いろんな種類あるんだけど、静脈麻酔と、長期吸入の麻酔と、まあ、吹きのこう口の中にね、管を入れた状態で、もう全身動かなくしてやる麻酔。結局はやっぱ麻酔科医を雇って、麻酔科医の先生が全身管理をした上でした麻酔が一番安全だと思ってます。痛みを取らないのが、まあ、静脈麻酔。他は痛みを取ってくれる、静脈麻酔はディプリパンっていうのを使うんですけど、それは、まあ、寝るだけなんですよね。ただ鎮静と鎮痛がまた違う意味だから、痛みを抑える鎮痛と鎮静っていうのはこう動かないようにするって、2つの薬剤を使わないといけないんですよね。鎮静鎮痛両方あるお薬を組み合わせて麻酔なんだけど、呼吸をやっぱり確保、気道確保することが一番大事だと思います。はい、この、質問が、チャンネルがいいねと思ったら、いいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。